ちょっとグレーな話します。いいですか、うん、オープニングでね、流しました。フーダニット、エナイフンの J と一緒に撮影してきたね。なんなら今流す。はい、フルでだそうよ。いや、オッケー、俺持ってるぜ。フルダメです、まだ。オッケー、俺持ってるぜ。大丈夫だよ。怒られます。誰に？ピザでお願いします。しかもなんか、テックがさ、バッて言うところで思ってんのね。マジで。バッて言うところで。あの、マイクをブッて持ってかれるんですよ。あの、取るんじゃなくて、持ってかれる。チェーンに持ってかれるとこ。結構かっこ悪くなる。かっこ悪みたいじゃない。デックがブッて言ってバンキリングベースよね。ブッて。ジェイが悲しむことやっちゃダメだ。そう。頭2分だけ。ティザーででも雰囲気は分かると思うんで。韓国のね、撮影も楽しかったですね。ね、楽しかったね。あれは旅行だよ。社員旅行だよ。地下鉄乗ったかもしれない。昼から飲んだろ。日本の居酒屋だ。毎晩楽しかったな。すげえんだよ、J の。うん。日本語読解力もそう。英語もそうだし。あの、通訳の人いれなくてもね。入れないですね。全然メンバーと一緒にね。ラスト50分、俺たち、函館の生まれだから。それで聞き取れるんだから。あ、今日ね、あの、リリースされた、ムック本っていうんですか、ね、デビューの映像作品から今までの映像全部書いてある。で、面白いのが、ね、当時携わった人に今聞くと。エモいって言うんですか、エモい。猪木さんの悪口ばっかり。いいえ、あれ猪木さんは日本のエンターテインメント10年先に進めたね。この厚さ見れないから、この厚さは一番大事ですよ。これは本当にこの厚さやばいよ。愛情がね、この厚さにこもってますよね。図鑑ですね、図鑑。